As you go.: as a conviction of being uh, fundamentally unlovable and so characteristic of a uh, depressive people, and does not make a man an agreeable person and not superficially. であのねあのー、こういう問題を解くきにやっぱ文章内の中に空所が空いてると君らなぜか意味ばっかりいくよねでも意味の前に文法ってのがあるんだよ文法に矛盾するものはどんなに意味が良くても無理だよねでそうするとこの空襲に入るものは実に簡単でそれ以外は無理だってすぐ分かっちゃうよね一発で何でってこれ福祉なんだよこれがこれが福祉であるってことはこれもう手の打ちようがないんだよ福祉なんだからまずここには全知は置けない従って「without」なんてのは絶対ダメだよね えこういうところにウィズアウト突っ込んでる人とんでもない話だよねで、ね、そんなのも入れてはいけない,い,い,いそれからこれが副詞のまんまじゃどうにもなんない、ね、君らの前にね接続詞を入れてねあのこういうのがあると接続詞プラス ING 過去分子ってやつがあるとこれはあの全体で副詞になって分子構文だとそれが作れないかと。 だって ING なないいいいじゃないかとと、うううや、そういうのがあるんですよと接続詞の後にね「ね b ビーイングが入るやつはビーイングを省略して後ろが続きますから」って言うんだ結構なことだよねでもその場合この B 同士後ろ保護だから名詞化形容詞持つでしょこの場合つまりここが名詞化形容詞だら接続詞の可能性はあるわな分子構文でビーイング省略ってやつねでもそれはここが名詞化形容詞の場合でしょ保護だから でもう副詞なんだから最初から対処のしようがないんでもうどうにもなんないの手の打ちようがないのだから接続詞が来るはずもないのだから「アンレス」も「ね」「ハウェバー」もダメですると何が残ってんだよ残ってんのはこれだけだから別にもう意味もヘチマもないのこれエクセプト以外置けないんだよとかこれ言うとねエクセプトって品詞なんですか全知だよなんて言うとえー、だったらダメじゃないのって知らないのねエクセプトっていう全知は全知の中で例外的に 名詞以外に福祉も持っていいのちゃんとそういうことを知ってる人にとってはねこれただの注文通りの問題なんだよねえ後ろに福祉が来ることを説明できるのは選択肢の中ではエクセプトだけなんだよで大体あの全知の中でこうやって後ろ福祉持てるのっていくつか知らないでしょエクセプトとあと代表例はフロムだよねフロムは後ろに福祉が来る初めて聞いたって人は嘘つきお前 <laughs> こういう表現見たことないの <From here. S 1> ねえ 誰がどう見たって日は福祉だ,ぜ、ね、だから from と except は後ろに福祉を置くことができるまあ他にもあと since だとかいくつかあるけどねでそういうふうになってるのでだからそこのとこ知っときゃいいしかも意味もちょうどこれでいいじゃないだって except って何かを除いてるでしょでこれ表面除いてってことでしょ表面除いてってことはさねええー、これ全部まとめると 表面のぞくんだから本質的にはってか役者はいいじゃんこれ役の問題よ単に表面のぞいちゃう中身だから本質的にはああなのよって言ってると表面以外は何かしないんだから本質的にはこうしないとでちなみにあとはこの文の解釈だけどもええー、これに動詞があってで主語はコンビクションでまあまず誰でも分かるのは名詞が2つ並んでいて この並んでいる2つの名詞が「マン」と「パーソン」でイコールだから第5文型だよね。第5文型なんでこれ右向きの矢印だよね。だけど「ノット」があるんで「あこれ守護との関係だよ。マンがアグリーアブルな人はね。で「ノット」があるのでこれをバッテンつけるよね。でそうすると「S」だからといって「O」が「C」になるわけではないという否定になるよね。 S, S だからといって O が C になるわけではない。でそして S はほらコンビクションであのさっきも出てきて考えなんだけどだったら今度は同心しちゃったらどうこれを考えるってしちゃうんだよ。であることを考えるからといってね人がアグリアブルまあアグリアブルはアグリーできるんだから賛成できる人ってことはまあいい人だな。いい人賛成できる人。 であることを考えたからといってある人がいい人になるわけではないっつっての。ねで考えてる内容は一体何を考えてるのかっていうんで今度は目的確にとってこれを言っこと書いちゃえばいい。<laughs> uh, でこれだってさねアンラバボってところさラブにエイブルだから愛することはできないっつってんでしょだ だから自分は愛されてないんだと愛されない人間なんだとアンラバブなやつなんだとね自分が、ね、自分が愛せない人だってことは、ね、人から愛されないやつだとね自分はあ,のあんまり人に好かれてない人間だみたいなことでしょね結構ほらそういうふうに考えてる人いいじゃないね俺はあんまり人から好かれてないみたいなでそういうふうに考えてるからといってその人がいい人になるわけじゃないまあつまり言ってみれば自己嫌悪を抱いてるからといってね自分が愛されてないってのは一種の自己嫌悪じゃない 自己嫌悪を抱いてるからといってその人がいい人になるわけではない、うん、ところでこの形容詞どうしようねであのこの形容詞をどうするかっていうのを考える時もやっぱり意味上の主語は問題なんだよね形容詞だから当然これ保護になってないし名詞でかかってるんだけどどの名詞でかかってるかっていうと主語がかかってる。 だからこれを述語にした場合の主語はって考えるとるる先が見つかるでそのためにはもちろん知識が必要で、えー、B キャラクタリスティックオブあ,いい、A、あるいはティピカルオブこれちゃんと後ろの前置詞まで入れて覚えてねオブくるんだよでこれは何かに多いでしょ何かに典型的であるや。 でこういうい人にありがちだだっ,ってんだよ、ね、でなんかディプレッシブピーポーだからあのほら寝暗な人寝の暗いやつで寝の暗いやつにありがちだって呼んで何がありがちなんだっていうとそれはこれじゃないこういうふうに考えることって寝暗な人にありがちだよね俺なんか人から愛されないやつなんだよっ、ね、て自己嫌悪を抱いてんのね。えでまあ役としては寝暗な人にはありがちなことだがえ自己嫌悪を抱いたからといってえその人がいい人に本質的にいい人になるわけではない。 と言っているわけねはいで次もうなんとか終わらせたいとこだよね